作業が予定より27分も遅れています。急いでください。忙しそうだな、ソーシー。ああ、ファフナーとジークフリードを輸送機に積み込む作業中なんだ。ぶつけないで、そっと動かしてください。邪魔しちゃ悪いから、俺はもう行くよ。ああ、カズキ、悪いな。ソーシー、頑張れよ。これに乗っていくのか。そうだ。こんな大きな飛行機、どこに隠してあったんだ。別に隠してあったわけじゃない。使う機会がなかっただけだ。まさかこんなことに使うとは思わなかったけどね。カズキ、そろそろ乗ろう。そうだな。出発だね、カズキ君。そうだな。どうしてこんなことになっちゃったんだろうね。フェスティムじゃなくて、同じ人間同士が戦うなんて、何か間違ってるよ。絶対に、私そう思う。ごめんね、おじさんを助けに行くのに変なこと言って。いいんだ、俺もこんなことおかしいと思う。カズキ、いつ出撃するかわからない。ファフナーをチェックしてくれ。わかったよ。トーミー、作戦は動き始めた。僕らはもう引き返せないんだ。間違ってるって分かっていても。間違えたのは僕らじゃない、彼らの方だ。ファフナー欲しさのあまり誤った行動に出てしまった。どうして新国連にファフナーを渡しちゃいけないの。新国連もフェスティムと戦ってるんでしょ。目的は一緒じゃない、どうして協力できないの。それはずるいよ、みなしろくん。何と言われても構わない。とにかく今は話せない。トーミー、難しく考えるな。僕らは奪われた仲間を取り返しに行くだけだ。それだけで十分じゃないか。分かったよ、もういい。君もファフナーのチェックをしておいてくれ。僕も出発前の最終チェックがある。この話はこれで終わりにしよう。それじゃあ。やっぱり私には分からないよ、みなしろくん。トーミー、どうしたんだ。なんか窓から見える景色がさ、砂漠とか廃墟ばっかりで、辰宮島の外はこんなところばっかりなのかなって。そうだな、今も下に見えるのは一面の砂漠。一体何が起こってるんだ。
人類軍だ。待ち伏せされた。真下から攻撃されている。カズキ、出撃準備だ。今回から僕がブリーフィングを行う。総司令。ああ、カリア先生はアルビスに残ってもらった。現在下から対空攻撃を受けているのが分かる。ああ、敵は新国連軍のグノーシスモデル。砂漠に降りて排除する。なお気流が随分荒れていて天候は不安定だ。砂嵐は視覚を奪う。辰宮島とは勝手が違うだろう。十分注意するんだ。よいよいよ、マークエール、発進。あれが竜巻か。初めて見るな。巻き込まれたら自由に動けなくなる。できるだけ避けて戦うんだ。どうした、カズキ。砂嵐が通り過ぎただけだ。こっちも気をつけないとな。敵の無線を傍受した。どうやら増援を呼んだようだ。敵が来るのか。おそらく グノーシスモデルはこれで終わりか。今度は激しい。カズキ、気をつけろ。新国連の増援が急接近している。こいつは新国連の増援だ。攻撃してくるぞ。あれがノートムモデルか。コンテナには武器が入っている。装備を交換する。増援だ。くそ、まだ来るのか。奴らなかなかやるな。機体のダメージが大きい。援護を要請する。カズキ、青色の機体が撤退していくぞ。分かった。あいつ強かった。周囲に敵影なし。もう大丈夫だ。帰還してくれ。手ごわい相手だった。やれやれ、ひどくやられたもんだな。あカノン、あれが、うん、あれがノートゥングモデルか。ああそうだ。
どうだ、手強いだろう。次に戦うときは必ず勝つ。次の機会はすぐに来るさ。すぐにな。いい結果だ。うまくやったな、カズキ。ああ、次回もこの調子で頼む。敵の抵抗は強力になる一方だからな。わかった。